はい、本日も両手書きやっていきます。今日はですね、4本のクレヨンを並べてますね。で、これで何がやりたいかというと、まあ結局ね、使えるのは右手左手しかないんですけど、ここに書くよっていう意味で、そのマーキングっていうんですかね、ちょっと印のために置いております。これね、今日書くのは多分ね、女性の方はあんまり知らないんじゃないかな。でもね、多分女性の方からいただいたリクエストというかマニアックなリクエストをいただきまして、それをね、ちょっとね、書いております。今日はね、野球のね、キャラクターを書いてるんですけど、これね、最初の一人目がもう少しね、うまく書ければちょっとね、そこだけで分かったかなと思ったんですけど、まあ安定の失敗ですね。一人目がね、うまく書けないっていう M、 これはですね、メイ君の M ですね。ということで、一人目を書いたのは、これは殿間和人っていうね、野球のキャラクターを書いております。このね、天才ピアニストなんですよね。天才ピアニストなんですけど、野球も、ものすごくね、このチームに欠かせないキャラクターといいますか。でね、これがですね、今書いてるのが、メイ君高校。高校生なんですね。高校生の、エース、里中悟君を書いております。なかなかですね、ちょっと全体的な絵のクオリティは右手使ってるはずなんですけどね、まあ、あんまりうまくないですね。はい、で、右と書きましたので、ここで左手の登場です。あんまりね、背丈は大きくないんですけど、まあ、ずんぐりむっくりと言いますか、貫禄のあるキャラクターでもね、優しいんですよね。そしてね、またこう名前がものすごくこう単純で覚えやすいキャラクター、これは山田太郎くんと書いています。メイ君高校のですね、主人公、ドカベンですね。ドカベンっていう野球の主人公に当たるんですけど、キャッチャーですね。メイ君高校のキャッチャーで、右投げ左打ち。でね、プロ野球編ではね、西武に入団します。ちなみに、殿間和人がオリックス。里中悟君がロッテに入団します。僕もね、そのドカベンをね、生で見てた世代ではないんですけども、漫画でね、見てた世代なんですけど、やっぱ野球好きにはね、たまらない漫画です。もう少しね、ちょっと太く描いてもらったかな。でね、最後にここにね、葉っぱがトレードマークの、僕もね、福岡に住んでますんで、ソフトバンクホークスをもちろん応援してるんですけども、ホークスにね、入団してくれた男が登場してきます。まっすぐのストレートはね、あまり打てないんですよね。ものすごく嫉妬と言いますか、悪球をね、好んで打つ男いわきでございます。本当はね、どっかにちょっと微笑み三太郎くんもね、書きたかったんですけど、まあこのメイ君
ましたね。今日は4人を書かせてもらってます。このね、あの絵の描き方だったり、まあね、まあ、まだちょっとね、あの絵が上手いというレベルではないんですけども、あのいい捉え方してるねって思われた方がおられましたらね、まだチャンネル登録ご済みでなかったらチャンネル登録していただけるとものすごく嬉しいです。今月ね、なんとか300超えて350というラインまで来たいので、ぜひ皆さんの一押しで背中を押していただけると嬉しいです。はい、ね、下書きが完了しましたので、ちょっとね色付けてるんですけど、まあちょっと下書きの段階でねあれなんですけども、こんな感じで完了しました。どうもご視聴ありがとうございました。